は何だろう、あの布のかけらなんですけれど、こんなにして大体の、あのイメージで色分けしておいて、でこれをこんなちっちゃくかけらをつなげて、こういうテープ状にそういうものを組み合わせて仕事に使っていくと、これらが循環していく。普通の雑巾もこうやってチクチク縫うととても面白い雑巾になるんじゃないかなって思うので、この裾のここと二重にして、昔日本の、あの着物があったのに西洋から洋裁が入ってきて、すごく難しい裁断の仕方、なんか有機的な線、まっすぐなこう感じじゃなくて、ちょっとゆらゆらとした方が面白いものができると思っているので、大体で大体切っちゃいますね。余白のなんか股の立体、股がこういう風に立体的につくんですけど、こういうものが2つ、これで2本分のモードができちゃうっていうことですね。でここは折り返して本を入れるっていう、ものの仕事場の中でもなんかちゃんとこう循環していくものと循環していかないものがあって、循環していくことは気持ちいいんですけど、循環していかないとなんか気持ちが良くないし、なんか美しいっていうことは循環していくこと、土に帰ったりなくなっていくことで、美しくなんかないことが循環していかないことじゃないかなってちょっと思ってるんですね。やっぱり昔ってお家の中で衣服も作られてたんですよね。だから今もう一度ね、なんかご飯は結構手作りになったり、体にいいものとか自分たちの好きなものをなんか育てて作って食べたりしますけれど、衣服も自分たち家族の衣服を作ったりできるといいのになって思いますよね。なんだろう、手で作るってやっぱりなんかすごい、あの自分の手が信じられるようになる。これがごぼうの種。そんな種なの。そう、これはそら豆とかかぼちゃとか自家採取して、やっぱりこうやって自分たちで自家採取して小さく種まきして自分たちの食べるものぐらいね作れるようにしておくと、土さえあれば生きていけるし、種さえあれば生きていけるしみたいな。玉ねぎが植わってるところ、ここがあの苗床みたいな。やっぱりね、草と一緒に同居させた方が、全部こうむき出しにしちゃうよりかは土がね、なんか柔らかくなってふかふかになるような気がしますよね。あれがハチの巣箱。手の仕事ってやっぱりなんかパソコンで文字も書くんだけど、それよりもなんかナッパをあの間引きしてたりとか、なんだ葉っぱをもぎったりとか、なんかそういう手の仕事の方が手が喜んでるような気がするんですよね。でそうやってなんか一つこう自分の手から生み出したものができると、すごい、あ、手ってすごいなって自分をちょっと褒めてあげたくなるし、なんか今ってやっぱり学校の中で競争で競争してなんか人と比べたりしていくんだけど、そうじゃなくって、ね、自分の肯定感をすごく
増やしてあげられるのが手の仕事じゃないかなって思いますよね。ブロッコリーを食べて元気になるっていう、すごく抗酸化食って言われてて、ちょっぽりずつ毎日食べるとすごい鼻炎が治ったり花粉症が治ったりするっていうので、今実験中。私はないんですけど、てっぺいさんがすごいアレルギー性鼻炎なので食べさせて試しているところです。胃消化をなんとかしなくちゃね、あのいっぱい鈴なりの。やっぱり体の中のミトコンドリアみたいなものもなんか栄養を運んでくれるような気がして、でこのまま外に持っていって外で体でこうやって体の運動になるかも。それで飛ばして食べるという、そのための布をなんかわざわざその中で作るんですけど、それがなんか道具がいらなくて大丈夫。みんながそうやって何かしら自分のね、なんかやりなさいって言われてやるんじゃなくて、みんなやらずには生きていかれないみたいなことがみんなにあって本当はあると思うよね。それを探し出せれば、それをしていった方が幸せだし、なんかこの本の最後の方に書いたんですけれど、今はチャンスかもしれないよねって。コロナでみんなが時間がいっぱいになってるから、これを機会に種まきしたりチクチクしたり、なんかこう自分を見つけるチャンスがみんなにいっぱいあるんだって思えれれば、すごくいいんじゃないかなって思いますよ。